はい、加賀美中です。今日も一日曲聴いていきましょう。はい、今日は宇多田ヒカルのファーストラブの、2022年ミックスが、出てます。ということで、それをちょっと紹介していこうと思うんですけど、バンプの、天体観測の2022年レコーディングバージョンを、紹介したんですけども、うん、ちゃんと今、こう、比較して聴いたんですけど、やっぱこうなんか、2022年ミックスは今日リバーブとかがね、結構強めになってて、で、もともとのやつはこう、ドライな感じというか、その時の音源、というか、まあ、この、PV の音源だからかな、うん。2022年ミックスは、すごいやっぱもう、ちゃんと音源をバッとやってるから、バッとやってるからというか、うん。すごい、よく聞こえるだけで、本当に同じ iTunes とかで聴き比べたりしたら、同じような、出方してくるのかもわかんないんですけど、ちょっと今 YouTube のあれだけでしか今ちょっと判断できないっていうか、まあ聞いてないんですけど、うん、まあ、とりあえずでも違うなと思ったらな、リバーブ感がすごくて、でこうなんかサウンド、そのドラムとか、まあ、ビート系もこうガッときてて、なんだけどストリングスとかもなんかなんとなく綺麗に聞こえるかな、うん、2022年バージョン、あとあれかギターのちょっとしたなんかニュアンスとかみたいなのいい感じに聞こえているような、気がします。はい、もう本当にもう僕の主観ですけどね。うん、いやてかね、やっぱね、もともとのやつももともと本当に天体観測と一緒だけど、こうやって2022年ミックスとかみたいなのが出ると、その元のやつをもう一回ちゃんと聞きますね。やっぱここまでこうちゃんと聞いてなかったなら、もうやっぱね、すごいファンなわけじゃないから、大好きですよ、宇多田ヒカルの曲とかめっちゃ好きなんですけど、やっぱこの本当のファンとかみたいに聞いてないから、なんつうの、俺だったら本当にバクセルボーイズとかインシグとか、まあ、てかなんか本当に好きなグループ、本当に好きなね、アーティストクリス・ブラウンとかの、ね、好きな人の曲、うん、とかをすっげーちゃんと聴いてるのと違って、こうやっぱ宇多田ヒカルのファーストラブとか、まあ有名で、日本で有名で、まあ音入ってきて、でこれちゃんとこうやって聴いてるとかじゃない、もうちゃんと聴いてるっていうわけじゃないから、こういう細かい部分をちゃんと聴いてなかったですね。うん、でやっぱこうやって聴くと、ああなんかやっぱいいんだなっていうか、あこんな感じだったんだっていうのを知ります、本当に。うん、この2022年バージョンみたいなのが出るとね、うん、なんかいいですね。うん、だから天体観測もそうだったけど、うん、このファーストラブもそう感じました。聞いてなかったんだなって、こういうところあったんだみたいな、こんなストリングス鳴ってたんだみたいな、もともとからね、うん、そうっていうような感じを受けましたね。ビートもこの2022年ミックスバージョンが、うわなんかすげえ音出てきてるなと思って、もともとのやつ聞いたけど、まあ元から出てるけど、まあ、そのこの何なんだろうね、潰し方が、音の潰し方というかが違う、まあなんか、ね、うん、ちょっとやっぱ前とは違いますよね、聞いてるこの質感っていうのはあるんだけど、うん、まあでも前のやつもそんなにその当時のサウンドの感じなだけでちゃんとしてるしね、すげえやっぱちゃんと聞くもんだなと思いました。やっぱ知らない、ちょっとね、やっぱり名曲と言われてる曲ですから、ファーストラブも、うん、ちゃんとね全部聴いてみるのもね、昔の曲とかをこう、昔のヒット曲をこうちゃんと聞くっていうのもなんか一個楽しい君の物語を聞かせてかもしれないですね。はい、じゃあそう、そんな感じで、はい、いろんな、名曲とかね、昔の曲とか聞いてみたら面白いかなと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。加賀美中でした。